やってまいりました、ななみんの語るうむのコーナーです。このコーナーでは私ななみゆきが大好きな菅野陽子様の曲を一曲セレクトしていくコーナー。そしてこのコーナーの最終目的はいつか菅野陽子様をゲストにも呼ぶことを目的としておりますということでね、はい、今日もやっていきますよ。今日はですね、ちょっと違う感じで、攻めてみようかなと思いました。いつもなら菅野陽子様の、作曲している曲を、持ってくるのですが、今回はですね、編曲している曲を持ってきました。今まではいつも作曲の曲ばかりを持ってきてたんですけど、今日はねちょっとまあ12月ですし、年末なのでこう皆さんにね、日本の音楽、日本の和の心をちょっと聞いていただきたい、菅野陽子様のアレンジで聞いていただきたいと思いまして、今日はねこの曲持ってきちゃいましたよ。今日紹介するのは石川さゆりさんの渋いでしょ、石川さゆりさんの去年の3月に出したアルバムの曲なんですけど、民謡をモチーフにしたアルバムを去年発売されていて、その中で実は菅野陽子様がですね、なんと2曲アレンジをされているんですね。でちょっとねこの曲をかけていきたいなと思います。これ民謡ですかと思うような、もうなんかね菅野陽子さんだわっていうアレンジなんですよ。で2曲、熊本民謡ともう1個別の曲があるんですけど、これねどっちもすごいいいので今日ちょっと2曲かけたいなって思うんですけど、先に言っとくともう正反対な2曲だと思います。はい、では早速ちょっと1曲目かけていきたいと思うんですけれども、こちらは熊本県の民謡のおてもやんっていう曲です。それでは早速お聴きいただきましょう。はい、ということでお聴きいただきました、石川さゆりさんおてもやん。全然民謡じゃないめっちゃかっこよくないですかこの曲って思いました。はい、かっこいいよね。まあ石川さゆりさんが歌ってるから民謡には聞こえるんですけど、でもなんて言うんですかね、こう私たちがイメージしてる日本の民謡とは全く違う、新しいよね本当に、面白いって思いました。素晴らしいわ菅野陽子様。でもう一曲ねちょっと今日かけさせていただこうと思うんですけど、このアルバム民というアルバムの一番最後に収録されているのがまた菅野陽子様が編曲した島原の子守唄っていう曲なんですけど、これがねまたね全然違うんですよ。でこちらの曲は世界観がねすごい、本当に日本というよりはちょっとヨーロッパっぽい感じの匂いを漂わせている、アレンジになっているんですけれども、まあ、このねアレンジの打ち合わせの時に、まあ、島原の土地ってどういうとこだっけっていうとこからまあいろいろ入っていって、で結構その時代背景を考慮して、まあ、こういうアレンジになったということで、まあ、本当にねこういう曲を聴いていても、あ深い、なんかすごいそのなんて言うんだろう雰囲気っていうかあるなって思いました。はい、すごいね変わってるなと思いましたけれども、まあ、こういうのも、まあ、これができるのはやっぱ菅野陽子さんしかいないんじゃないかなっていうねアレンジだと思っております。はい、でも私はこういうのねすごい好きです。多分アニメ好きの方とか菅野陽子さんの
アニメでやってるような世界観が好きな人とかには結構たまらない感じ、好きな感じだなと思います。それではじゃあもう一曲お聴きいただきましょう、島原の子守唄どうぞ。はい、ということでお届けいたしました島原の子守唄ということでね、もうこの2曲全然本当に天と地ぐらい違うアレンジだなと思うんですけれども、でもいろんなアレンジのこの幅の広さすごいですよね。菅野横さん作曲だけじゃなくてアレンジが本当にすごいんですけれども、まあ、今日はね石川さゆりさん民のアルバムの中からね、まあ、今日は年末なのでちょっと日本の和の心をちょっともう一度ねちょっと聞いてみたいなと思いまして、はい、もう全然和じゃなかったけどそう今日こちらをね、流しましたが、嵐の嵐だったかな、ちょっとね何の曲か忘れちゃったんですけど、ネットの配信だけで見れるものがありまして、そのアレンジもね本当にかっこよかったんですよ菅野横さん。ちょっとねそれ CD がちょっと見つけられなかったのでちょっとそれは流せないんですけど、本当にね菅野横さんアレンジだけのものでも素晴らしい曲が本当にいっぱいあるので、ぜひね皆さんに聞いていただきたいなと思いました。やっぱ菅野横さんがねアレンジするともう菅野横色がねすごいあって、私はあやっぱ菅野横さんのアレンジめっちゃかっこいいわって思いますよね。やっぱ菅野横さんのアレンジはねこう胸が躍らされる、もうすごいワクワクしちゃう私は聞いてて、もうなんか次へ聴きたくなる、もうそんな音楽がね菅野横だなと思っております。来週はね年内生放送火曜日最後なんで、13時台菅野横スペシャルと題しまして、菅野横様の曲をいろいろかけていきたいなと思います。まあ今年カタルームでかけてきた菅野横さんの曲の中で全部かけたいけど、全部かけてたらもう4時間終わっちゃうので、その中から、厳選したものをですねちょっと1時間かけていきたいと思っておりますので、ぜひ来週のカタルームもお楽しみに。ということで以上ななみんのカタルーム、菅野横様を